10月4日に開催された男子テニスツアーロレックス・シャンハイマスターズのシングルス2回戦で、ステファノ・チチパスと錦織・ケイが対戦。接戦の末に前者が第1セットを7対6で制すと、第2セットも6対4で獲得し、ストレートで勝利した。画像、ジャパンオープンで6年ぶり勝利の錦織・ケイを特集。A 氏、エクスプレスは、チチパスの勝利後の行動に注目。 ギリシャ人選手は近くにあったカメラのレンズにサインし、7784という数字を書いたと伝え、謎の暗号の正体についても本人の公式 X を引用し、こう説明した。チチパスがソーシャルメディアに投稿したことで、ファンに初めてその意味が明らかになった。中国語のニックネームでサインします、と彼はレンズに書いている時の自分の写真とともに X に投稿。 7784は中国語で、チチパスと発音します。と付け加えた、8月に行われたカナダオープンで西木寄りに敗れて2回戦で姿を消したチチパスは、続くシンシナティオープンも2回戦で敗れ、9月のジャパンオープンは初戦敗退。同メディアは、グランドスラムで2度の準優勝を経験している26歳の復活に期待した。 上海のファンとの良好な関係が彼をポジティブな結果へと導き、不審の時期を乗り越えられるはずだ。西寄りを下した父チチパスは、次のラウンドでフランスのアレクサンドル・ミュレーと激突する。